はい、皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、DW5600VTRYO1TJR ですね。えー、DW5600VTRYO1TJR、えー。坂本龍馬の限定モデルということで紹介していきます。えー、今映ってるのが裏蓋なんですけども、 裏蓋にですね、これは坂本龍馬のですね、えー、刻印とですね、えー、モジュール番号が1545、DW5600VT とありますね。えーまあ、非常にですね、珍しいモデルということで、私もこの G-SHOCK を、まあ、持っている方を見たことがありません。で表側ですね、えー、ウォッチフェイスをこのように。 なっててまして、えー、黒の、えー、文字盤ですね黒の文字盤に黄色い文字ですね。あとこれ、家紋ですかね。家紋が、えー、ここにありますね。G-SHOCK プロテクションということで非常にシンプルな形で、まあ、色的にはですね、色使い的には非常に使いやすい、えー、落ち着いた G-SHOCK になっています。で このモデルがですね、1000個ですね、1000個限定で発売されたというふうに聞いてまして、えー、ベルトの方はですね、こういった形での竜の模様が、えー、ベルトにプリントされてますね、えー、竜の模様がですね、ベルトにプリントされています。で上の方は、えー、坂本龍馬、龍馬坂本、1835年から1867年ということで、 まあ歴史上の人物としては、えー、ファンも多い坂本龍馬なんですけども、えー、歴史上の人物をですねこうやって限定モデルとして G-SHOCK、えー、発売されるのは非常に珍しいですよねちなみにこの、えー、限定モデルをですね持っていらっしゃる方はですね是非コメント欄に、えー、コメント書き込んでみてください、えーまあ、私実は持ってる方他に見たことがなくてですね 自分も持ってますよということであれば気軽にコメント欄に書き込みをしてもらえると嬉しいです。えー、今日はですね、DW5600VTRYO1TJR、DW5600VTRYO1TJR ですね、坂本龍馬の限定1000個発売された坂本龍馬の限定モデルということで、辞職を紹介しました。次回以降もですね、 私が実際に使っている G-SHOCK を紹介していきますので、えー、楽しみに待っていてください、えー。チャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。次回以降の動画、また作成しますのでね、えー、次回以降のですね、動画も、えー、楽しみに待っていてください、えー。それではまた次回お会いしましょう。